プリ姫が始まるよ。最後まで見てね。皆さんごきげんよう。あじらせ。今日はお知らせがあります。あります。皆さんにお知らせ。はい、じゃあ姫ちゃんどうぞ。どうぞ。わからんのかい。おぐ、ま、姫ちゃんどうぞ、お知らせなんか。あ、一番皆さんに伝えたいことがあります。はい、はい、今このチャンネルはプリンセス姫室 TV のチャンネルですよね。はい、それとは別にゲーム実況とか私が描いてるイラストとかを投稿しているプリンセス姫チャンネルというチャンネルがあります。はい、はい、あります。で、最近また動画投稿復活したので、はい、見てください。はい、姫ちゃんはショートで絵を描いてる姿、姿っていうか、ね、絵を描いています。イラストメイキング動画をショートに上げています。そして、あの、何もう一個のちゃんとした動画の方はちゃんとした動画の方はおうくんが編集していて、でゲーム実況をしています。ゲーム実況とかいろんなの上げてます。はい、それで、まあまあ言ったらそんな感じよ。はい、おうくんからのお知らせはなんかないの、それ以外で。まだ引きずってるっていう、あれやっぱ違うわ。なぜかというと、おうくんね、多分おもらししてない可能性が非常に高い。そう、コメント欄でさ、みんなおもらししちゃう、おくんおもらししちゃう、わおらー、お前ただが悪い、ああいうふうなやったからね。いや、というのがさ、あの、おうくん多分あの平均的な子よりおねしょあのした回数が少ないはず。そう、確かにね。いや、あの、いや、みんなあるよ。みんなあるよ、おねしょ、ショート。一回はあるよ。0歳児、1歳児の頃ってさ、寝てておむつとかじゃん。うん、あの、あと、おうくんね、1歳半ぐらいからおむつ取れてて、寝てるとき、もう1歳半ぐらいから、おねしょしてないのよ。確かにね。マジで。おうくん、おねしょのイメージは。一応ね、あの、おねしょしちゃダメだから、うん、夜用のなんかパンツみたいなのを履かせて、寝てたんだけど、一回もしたことないの。うん、ほら。したことある。だから、あの、おうくん、非常に、おねしょした回数、勘違いすなよ。少ない。だからあのこの世におねしょをしたことない人多分いないと思うよ。ほら、さすがにいないでしょ。赤ちゃんの頃からだから。うん、オープンはかなり少ないと思う。勘違いしないでください。おもらしといて。はい、パパが悪かった。それでアンチコメントする人やめてください。ごめん。じゃあパパ反省してさ、ここあとで3時間ぐらいここで正座しとくわ。嘘だよ。24時間でいいよ。ごめん、メロンって変な動画作って。本当はしたのにあんなことしてない。そうしてないです。ガチ違う。はい、してません。汗でした。はい、それでね、ちょっと姫ちゃん、おうくん、姫ちゃんがね、少しお話があったと思いますけど、今この動画ね、プリンセス姫スイート TV でね、動画投稿しております。そしてね、概要欄の方にはね、時間とかもちょっと何時からとか書いてたんだけど、ちょっとそちらも変更させていただきます。はい、これからプリンセス姫スイート TV 投稿時間、もう朝の7時よ。朝7時、うん、モーニングです。まあ夏休みっていうことだよね。あ、これから平日でもね、まあ学校前に時間がもしもあればね、見てもらえるとね、嬉しいです。嬉しいです。ただね、時間ギリギリだ、あ、プリ姫見ようとかって、あ、遅刻しそうになる、それはやめてください。やめてください。はい、ね、気をつけてください。気をつけて。そしてプリンセス姫スイート TV朝7時に投稿するでしょ。あとショート動画、いや、ショートは6時だな。ショート動画は6時です。またね、この動画が出るまでに、あの、概要欄の方に、あの、書き直しておきますので、こちらまた見てください。はい、はい、そしてね、はい、サブチャンネルの姫ちゃんから先ほど説明がありましたが、プリンセス姫チャンネル、姫チャンネルです、ね、こちらね、最近動画投稿復活しております。ゲーム実況をね、普段の動画ではやっているんですが、すべて多くの編集してます。おだしよね、まだちょっと練習中だから、パパと一緒にはやってますが、そうね、サムネイルもね、一緒に作ったりね。そうよ。あと、動画のカットをしている部分とかも全部オークンやってます。カットは全部俺やってるよ。ね、なかなかセンスいいと思うよ。ほら、みんな登録してください。はい、コメントもぜひよろしく。そちら上げるとしたら、それも7時、7時だな、朝の7時、朝の7時にね、上げます。そして、姫ちゃん、プリンセス姫チャンネルのショート動画、これはまあ、不定期だけど、だいたい朝の7時には上げています。はい、だいたい7時ぐらい、7時ぐらいにね、うん、上げるんだね。さあ、午前です、はい、この前、うん、あの、何の動画だったっけ、
なんかの動画でさ、私描いてほしいイラスト募集みたいなしてじゃん。でそこからなんかピックアップしてイラスト描いてショートにあげようかなと思ってるので、はい、よければ見てください、はい、よくあの合体させてる絵とか描いてるけどさ、うん、単体でも姫ちゃんね全然描けるんで。めっちゃうまいよ。うん、教えてるからしっかりパパが。いや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 。そうです、すいません、数学なんですけど。すいません、教えられません。実はあれパパ描いてる。いやいや、違う違う全部ね、すべて姫ちゃん描いております。はい。ちょっと話は戻るけど、プリンセス姫スイート TV ね、月曜日お休みします。ほわ、でも分かっ、いや分かってる方はあのいると思いますが、告知はしてなかったけど、だいたい月曜日にお休みにしてんの動画。あ、そうなんだ。週1ぐらいでは。うーん、そう、ずっとそうだよ。あ、そうですね、気づかなかった。夏休み入ったからあんまり関係なくやってたり休んだりもしてたけど、うん、うん、またそちらもね、概要欄にね、月曜日お休みですっていうこと。基本的には月曜日プラスアルファ、もしかしたら休むかもしれないし休まないかもしれません。はい、知りません。じゃあ、オークもどうなる、学校始まったら。姫チャンネルの方のゲーム実況は終わりです。終わりかい。終わりです。でまた冬休みが始まったら始めます。いやけど、オーク普段結構さ、なんかやってるじゃん。キャーとか言って学校から帰ってきて終わります。それ録画して編集したらもう投稿できるよ。学校早い日とかはさ、できるくない、うん、終わります。じゃあ姫ちゃんは、あの終わります。プリンセス姫チャンネルの方のショート動画の絵の方。でも私のそれさ、うん、履修次第なんだよ。履修ってあの時間割り表みたいな感じでね、うんうんうん、次第なんで、うん、自分でどういう風に組むか、うん、自分で考えるやつなんだけど、時間割りをね。ならもう自分でなんか決めといたら、週1、うん、週1以上渡しますとか。もう全部オンライン授業だけみたいな暇を作りたいと思っているので、だからその日とかにやれたらなって思ってます。え、オンライン授業聞きながら絵描くの、うん、で、あ、まあできるか。逆に良くない、その勉強丸くない、実践できなくない、わかる、わかる、わかる。あ、確かに、うん、ラジオ感覚で聞く。そうそうそう。あ、確かにできるかもね、うん、私そういうのだったら別に全然聞けるので、任せください。まあね、絵描いてる時ってなんか音楽欲しいよね。うん、まあ、注ぎ用 BGM とかよく聴いてるから。頭の中入ってるのか。むしろ逆に私絵描いてる時はめちゃくちゃ集中してるモードに入ってるから、逆に集中できるんだって。そうだよね。それ以外もパッパラパーって感じなんですけど。パパでもそうだよ、はい、あの車の運転してる時音量ちょっとちっちゃくして、うん、あのあれよ、ラジオ代わりにさ、うん、なんかあの YouTube の運転中はもちろんスマホとか触らないけど、まあ、YouTube よく聞いてるよね、うん、ラジオみたいな。そうそうそう、ラジオ代わりで。確かに。でナビが喋ってて聞こえづらい時、うん、もうそれは構わない、うん、聞こえなくてないよりマシと思って走ってます。はい、はい、ということで皆さんちゃんとね、動画は不定期ですけど上げたいと思いますので、応援よろしくお願いいたします。コメント、グッドボタン、チャンネル登録もよろしくお願いいたします。お願いします。あと姫ちゃん、いや描いてほしい絵募集中です。まだまだ募集中なので、俺はスキビニトイレ描いてほしいです。よろしくお願いします。スキビニトイレはちょっと気持ち悪いのであんま描きたくないです。よろしくお願いします。描いてみたら、描いてみたら、スキビニトイレからのオークンの本気。本当にやだ。何それ、デフォルメかリアルかどっち？可愛い感じの方？違う。いや、リアルバージョンの方がいいな。でパパもなんかパパとオークンが戦っているような。で口からなんかビーム出しながらとか。やだー。じゃあ目だよ。あ、目か。やだー。 G1 スキミディトイレっていう感じでね、動画投稿頑張っていきますのでね、はい、よろしくお願いいたします。はい、プリンセス姫スイート TV の方の普段の動画はまあ今までの感じで、まあショートもね、ショート大体パパが考えてるのか、姫ちゃんも考えてるか、動画。なんか面白い系の動画でさ、私はこのダンスやろうみたいな。そうそう、ダンス系はもうほぼ姫ちゃんだね。ダンスはほぼほぼ。はい、それパパちゃん、これパパやりたいって言ったの。あとこれもね。どんなことが起ころうと。3人力合わせて動画投稿頑張っていきますので。どんなことが起ころうと、何それ。ぜひ応援よろしくお願いいたします。お願いします。はい、よろしくお願いいたします。お願いします。まったね、バイバーイ。はい、以上お知らせでした。ゲーム実況見てね、ゲーム実況見てね。イラスト頑張るよ。高校ユートルでー、高校ユートルでー。戦闘機、戦闘機の動画も上げてるよ。ここで上げてると思うんでね。飾るかよ。怖い怖い怖い。あ、漏らした。違う。パパ子が落下。パパ子
UFO がたくさん落下してくるわよ。何人いたかわかるかしら。よーい、はぁー。おしまいよ。正解はみんなわかったかしら。それでは皆さん、はい、ごきげんよう、はい、グッドボタン。